アサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥ。今年のラマダンも残念ながらもう終わりました。そして今日はいよいよパーン、そうです、今日はイードの日です。皆さんイードムバラーク、本当に1ヶ月間お疲れ様でした。皆さんにとっては素敵なエイドルフィトリになりますように心から祈ってます。ですね、僕は、今回のラマダンが人生で初めてだったんですけど、学んだところがたくさんありますすごく自分がムスリムとして成長できたいい時間だったなと考えています。本当にもう困難なところがとか、大変な時間がもうどれほど長くあっても、インシャアラドアをしてまたちょっと心の中にアッラー様に期待して、またいい時間とかということが戻ります、インシャアラ。普段だったら一緒にタラビの礼拝をみんなでしたりとか、あのイフタールですね、一緒に断食明けの食事をみんなでするのに、今年は全くそれができなかったので、ちょっと寂しいですが、でも、家で過ごしたラマダの生活は本当に感謝しています。一方で本当にいかにアラーが今まで私たちにたくさんの幸福、幸せ、そういった小さな幸せを当たり前のように与えてくれてたのかっていうのに本当に気づかされました。なので来年も皆さんと一緒に素敵なラマダンを迎えられるように、心から祈ってます。健康に気を使って、そして元気でまたお会いしましょう。ではありがとうございました。ラマダンムバラク and Eid Mubarak all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh